FM 大阪からお送りしているマルシェク,ク、毎週水曜日のこの時間は「ビッグマルシェ」。 560万人以上のユーザーを持つソーシャル経済メディアニューズピックスとのコラボレーションで国内外百メディアのニュースのほかニューズピックス編集部が作成するオリジナルの記事を紹介していきます今週もニューズピックスの平山さんに来ていただきましたおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします今日は9月1日防災の日ということでリスナーの皆さんからもしもの時の備えいろいろ聞いてるんですが平山さんも 備えはされていますか？はい、そうですね。あの玄関口に水とかいろいろ置いてるんですけど、うん、やっぱり電源というか、さっきしくさんも充電っ言ってましたけど、か、はい、ったんですい<の>るなと思って。すごくそこは最近課題だなと思ってて、どうどうにかしてないかなって探してたりしますね。うんうん、そうですよね。はい、やっぱ充電今携帯がないと連絡も取れないし、ね、何か情報を得るにもやっぱり携帯必要ですもんね。はい、そうですね。さて今回のピックマルシェはですね。 すっごい勢いで売れてるコスメブランドの話題でですすよねねはいそうです、ねえー、と女性なら気になるところだと思うんですけど、はい、えとコスメブランドのお話で今日はえっ、ー、はグロッシアというところの、うんえー、コスメブランドなんですけどこれが、ね、アメリカのですねミレニアル世代ですとか Z 世代から大人気でニューヨーク初のコスメブランドなんですけど。 アメリカのコスメ業界っていうのはですね、えっ、ー、と、十兆円市場と言われてる巨大市場になっているんですけど。はい、今、その中で一番注目を浴びているビューティースタートアップになるというところですね。グロシア。はい。めちゃくちゃ人気ですよ。そうなんですよね。日本にね、まだちょっと入ってきていないので。はいまててあの、まだやっぱり見かけることは少ないかもしれないんですけど。はい あの実はですね店舗も何個かあるんですけどもう店舗を訪,る、うん、訪れるだけで人はここまで,で幸せになれるのかって思ってしまうほど店舗、うん、がですねもうあのいつも笑顔を浮かべたミレニアル世代とか、うん、Z 世代の長蛇の列が。 できているとすごくないですか店舗に並ぶだけで笑顔が<笑>、はい、すごくね映えるんですよ。分かってますよね店舗の作りもね。ねはい、あの店内の入り口もね入った瞬間にこう別世界に入るような幻想的なデザインの、うんまあ、階段で上がっていくんですけどもうそこがインスタスポットにもうそれ買っちゃうよ。気分が,上がるってことはさ、はいね、購買意欲も 増しますもんね、はい、やっぱその建物もそうですしサービスの提供も結構あのそういう若い世代に向けて作っている、はい、全体的に作っていて、うん、やっぱそこで写真も撮るしもう拡散するしという形でどんどん人気になっているとんです、ね、場という、ねはい、実はですねこれコロナ前から結構アメリカではまあ話題になっている場所でして、うん、まあ双方の被価者にあるこのショップなんですけど、うん、あのコロナ前だと日本の著名人の方ももう行って。 ここで買うみたいな聖地になってたようなもうね,ねお土産で買っても喜ばれるし、ねはい、自分自身も毎日のメイクする時にテンション上がりますもんねはいそうなんですよねでこの、まあ、カルト的な人気と言われてるんですけどこのブランド作り上げたのが、まあ、カリスマ創業者として名前が上がってるエミリー・ワイズさんという方、うん、女性なんですね、はい、でこの方はですね、えっと、ファッション雑誌のボ、えっと、ーグで敏ンアシスタント とやられていてい、うん、ファッション業界で、えー、と仕事をされていたんですけどこの雑誌の仕事をしながらも、はい、毎朝午前4時から8時という,こう、まあ、比較的仕事のない時間というか朝早い早朝に自分でそのブログはですねどういうことかというとあの彼女がその仕事の中であったファッション業界の人とか美容業界の人の家に行って。うんうん その人が使っているこうメイク道具とか、知りたい。はい。っていうのどう使っているとか何使っているっていうのを徹底的にリサーチしてブログに書いてあげてたっていうのをやっていたんですね。うん、はい<ー>で。このブログまあ当然こういう内容ですから、はい、あのすごく人気になってですね月間で1000万 PV っていう相当なあの人気を誇るブログになって はい、で,でもうちょっとこのブログを書くのが忙しくなってきたというところで、うん、ちょっと防具と二足のわらじ厳しいなってなったところで2014年に、まあ、このえっとブログの反響もあって、うん、あ自分でちょっとコスメブランドを立ち上げようっていうことを考えられて始めたとそうなんですかもう防具からしたらやめないでって感じでしょうねビンガアシスタントは。とと結構人気の方だったようなんですけどね防具ティー,ーグ T の頃からあの活躍されているということでそうなんですよ、ね だからじゃ使っっててみようういファンの方もともとこのブログのファンの方やっぱたくさんいらっしゃってでそういう方から結構意見が届くようになっていたらしくですねで私こういうの欲しかったんだけどやっぱない世の中にないんですとかあとこういうの使ったんだけどちょっと違っててこうなってたらもっと買うのになみたいな意見が結構届いていたんですねでその時にこの創業者のエミリーさんがあれこれ自分が欲しいものって結構世の中にないんじゃないっていうことに気づいたのがこの えっとコスメブランド始めるきっかけにもなっている。あ、そっか。意外と。ないんだなっていうのに気づいたわけですね。 でプラスないなって気づいたのとあとファンの方がいっぱい意見くれるので、うん、まあ言ったらその人たちが消費者と考えると、うん、まあ消費者のニーズをしっかりと捉えた上で開発をしているとさすが敏腕アシスタントそういう形で、まあ、始められている、ねまあ、このグロッシアの特徴なんですけど自然成分をふんだんに使った、まあ、その人の肌本来の美しさを引き出すようなコスメ、うん、でありながら手頃な価格で買える、はいここね、というのがそうなんですよね。 ここがやっぱりね若い世代に<う>はい響いている一つのティントです、ね D、の時って買えないじゃないですか。そうなんですよ。そのお小遣いの中で欲しいものいっぱい、はい、一番ある時でしょ。そう,そうなんです。はい。だから安いちょっとでもねお得っていうのは嬉しいです。はい。そうなんですよね。やっぱりちょっとお手頃だっていうのがうんあとですね今若い世代って特にそうなんですけどやっぱりアルコールフリーだったりとか、うん、フレグランスフリーだったりとか。 えー、クルエルエティフリーこれあの動物実験しないですよっていうものだったりするんですけど<ー>こういうやっぱりこう環境だったりとか、はい、こういう世の中が良くするっていうことにも非常に注目をされているので、うん、そういうとも売りになっていてで若い人ってそういうの意識してるよねっていうのも考えながら作っているっていうのがまた若い世代に人気になっているというところですね。でただどういう商品があるのってところだと思うんですけど、はい、まあ一番人気と言われている商品の一つにアイブローグローですね。ちょっと僕も 男なんてそんなに詳しくないんですけど。ですでねこれがなかなかあの一般的なものだとあんまり満足できるものがないっていうのは結構やっぱあのコメントがあったらしくですねこれを開発されてボーイブローという商品なんですけど、はい、っていうのが一番売れていると言われていて今や30秒に1個売れると言われているめっち,ちゃ売れてる、はい、もう今話してる間に何か売れたんですけどそうです売れてますよ、はい、でもやっぱり人気を なんていうのかな、まああのこの人が使ったから使ってみたいっていうのもあると思うんですよ。はい、そうですね。必ず有名な方が登場しますよね。はい、そうなんですよ。で、こ,このブランドも当然あの登,登場するんですけど、はい、えっとミランダカーさんですね。来ました、はい、ミランダカーさんです。はい。これがですね、自分の結婚式で始まる前に YouTube で、はい、今日私これ使うのって紹介したのがこのボーイブロー。ー、うん だったんですね。本当に使ったんですかってね。はい、<laughs> 結構ね、ユーチューブで動画公開してるんですよね。えー、そのユーチューブはもう爆発的に広がって、そりゃ使うよねみんな。はい、で他にもビヨンセとかも使って、はい、まあセレブも結構使っているというのがやっぱりこう人気になっている、うん、要因の一つかなと。やっぱりそうですよね。はい、女優の方とかアーティストの方が使うと使いたくなりますよね。そうなんですよね。はい。で最後にちょっとあのビジネス的な面を話しておくと、これあのシードラウンドといって初期の段階の投資をされるときにですね、うん、もうすでにえっと200万ドル えと日本円でいうと2億2千万円の調達をいきなりしてですね、えーはい、で、えー、2014年のこう始めようと思った時の10月にもうすでにリップバームとか4つの商品を EC サイトを通じて販売を始めたっていうのがまあ一番最初です、えー、ただもうこれ同時にブログにも当然ね始めますよって公開したのでもう一気に売れていってですね、はい、もうわずかあの6週間後ですね、はい、開設して6週間後には840万ドル約9億円の 追加の出資を獲得したりとかなんなんでしょうねもうすぐ、はい、あの2億円超えましたねしたそうなんです資金のでも上場は今まだしてないんですけど直近でもすでに1900億円以上の企業価値があると言われているブランドになっているというところですねもう本当にビンワンまあアシスタントですねビンワンですけど、はい、雑誌のアシスタントから始まってブログを書いて、うん、はい 自分でコスミブラウンド立ち上げて今はもう1900億円以上の価値の企業になっている、はい、すごいですねもう防具からしたらコラボレーションしましょうってなってると思うんですよね,すね <laughs>、はい、もちろん取り上げてもくださいますし、はい、ファンの方がもともといるので、えー、何よりも口コミが私一番だと思うんですよそうですね、はい、SNS で皆さん発信したりとかはしてますけど、はい、私は実際にこれ使ったことはないんですけどいつかニューヨーク行ったら買いたいなと思っているこのグロッシア、はい、あのニュースビックスのテンショバット TV、はい そうですね、というのを見ていてこれ知ってたんですけども本当に人気みたいでそうですねこういうふうになってくるとどんどんそういうのがまた人気に拍車がかかってというかそうなんですしかもね色がねやっぱりあの日本にはなかなかない,はい、はい、キラッキラなあのブルーベースのアイライナーとか、はいろいろあるんですよだからそのねちょっと派手めなメイクをする方とかはやっぱりこういう グッズっていうのを集めてそうですねいろんなメイクを楽しめるいいいんで、はい、あとまあ価格もねそれほど高くないっていうところで試しやすいっていうのもあるんでそう,そうなんですはい。そういうところはいいかなと思いますね早く日本にも来てほしいな、はい、今から覚えておいてくださいグロシアです、はい、注目です さて、このピックマルシェ音声を YouTube でお楽しみいただけます。マルシェクくのホームページにピックマルシェのバナーがありますので、そこをクリックすると過去のオンエアデータを YouTube にアップしています。ぜひ一度聞いてみてくださいね。そしてニュースピックスアプリで記事を探す場合は、カタカナでピックマルシェと検索をしてみてください。この時間はニュースピックスの平山さんにお話をお伺いしました。また来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。